どうも、当たり前です。昨日ですね、渋谷でイベントがありまして、そのイベント終わりに友達の家に寄って、まあ動画を撮ろうと思ってて、なんかずっとついてくるタクシーいるなと思ったんですけど、道が一緒なだけなのかなとか思ったり、タクシーの運転手さんに、ちょっと道違うんですけど、今からここ右行ってください。普通にタクシー右行って、そのタクシーもついてきて、これちょっとおかしいなと思って、ここで一旦止めてください。で、タクシー止まりました。そしたら、まあそのタクシーは、俺らの横を突っ切ったんですよ。突っ切ってすぐに止まったんですよ。これおかしいなって思って、運転手さんに、そのまままっすぐあのタクシーを突っ切ってくださいって言って、でそのタクシーを俺らのタクシーが突っ切ったんですよ。そしたらまた追いかけてきたんですよ。そこら辺から動画を撮って、まあこういう一線越えたバカに情け容赦はいらないなと思ったんで、その動画をね公開しようと思いました。やばいっす、やばいっす、タクシーが追いかけてきてます。多分中にリスナーいるんですよ。ちょっと詰めてみようかな。細いとこで一旦止まってもらって、中に入ってる人確認したいんで。ああ、ああ、すれ違えないぐらいのところ。そうですね。はい、来ました。じゃあこの辺で先に止まりましょうか、はい、誰ですか？じゃあ開けてもらっていいですか？開けてもらっていいですか？撮ってますよ。完全にストーカーじゃん、あいつら。完全にストーカーだよね。開けろよ、おい。開けろよ。やっていいことと悪いこと分かってんだろ。お前、もう調子乗んなよ。まあ、悪いことしたら、あれぐらいしなきゃ。チャンネル登録よろしく。